ックスの本拠といっても所詮はこんなものなのね。よく言えたものだね。ここまで入ってこれたのは誰のおかげだと思っているんだい？本の押し売りは嫌われるわよ。それで、あの小娘は一体どこなのかしら？なに、君がそうして暴れていればそのうちやってくるさ。それじゃあ僕は失礼するよ。ここまでのお膳立てをしたんだからせいぜい頑張るといいよ、ウジ主。負け犬が高みの見物にしゃれ込むとはイライラさせてくれるじゃない。こんなところに迷い込んじゃったの？その目、あの小娘に似てるわね。生意気なあの小娘に。あらあら、もう死んじゃうの？残念だったわね、お嬢ちゃん。恨むのなら、あの小娘を恨みなさい。クラリッサ、どう？各部位の損傷以上に未熟なため侵食状況が深刻だ。救う手段は解雇と判断。あなたとリンクして浄化と修復を行えばどう？生存可能と判断だが推奨しない。あなたの戦闘能力に支障が。でもお願い、この子とリンクして浄化修復、それと行動補助による撤退を。通信確認。それはあなたからの命令か？違う、これは私からのお願いだよ、クラリッサ。大丈夫？よし、いい子だね。闇を消し去る伯爵クラリッサ、この子を持っていれば安全だから慌てずに逃げて。でもお姉ちゃんは？大丈夫、お姉ちゃんはみんなを守るためにいるんだから。あんなゴミを守るために武器を手放すなんて、ほんとアークスはどうかしてるわね。あの武器があなたの支えで力の源だったんじゃないの？それを手放した今、あなたは何をする気なのかしら？まさか戦う気じゃないわよね。
みんなが泣いている、傷ついている、悲しんでいる、苦しんでいる。私があの時あなたにとどめを刺していれば、こんなことにはならなかった。だから今度こそ間違えずに殺す。絶対に殺す。必ず殺す。間違いなく殺す。そう、私は戦いに来たんじゃない。私はあなたを殺しに来たの。抜かせ。これが10年前にあったというダークファルスの襲撃。きっと奥に彼女はいる。進もう。何があったのかを知るために。クスさん、お姉ちゃんが私にこれを貸してくれて、お姉ちゃんが一人で、私はもう大丈夫だから、ハークスさんお願い、これ持って行ってあげて。あのお姉ちゃんを助けてあげて、お願い。私はあなたを願う。最後まで奮闘する彼女に力を、私を届けてほしい。伯爵クラリッサの次元長と、その情報量と加護を受けた国家。面白い。お嬢さん、もう体は大丈夫なのかな。誰？アークスに組みするものだよ。それにしても幸運なお嬢さんだ。こんな状況で生き残れたのは君ぐらいのものじゃないかな。私だけ生き残った？みんな死んじゃったの？おそらくはね。お嬢さん、力が欲しくはないかい？力。そう、力さ。あのお姉ちゃんやみんなを救うための圧倒的な力が欲しくないかい？欲しい。勇敢なお嬢さん、君の名前を教えてもらえるかな？武装でよく粘る。往生際が悪いわね、小娘。ほんと、自分にがっかり。あら、また失敗。ボルって使い慣れない武器だけど、ここまでなんてひどいな。この小娘、一体どれだけのポテンシャルを。どうしたの？チャンスなんでしょ？
もっといっぱいダーカー出しなよ。全部殺してあげるから。私の演技もなかなかでしょ。隠してた甲斐があったわ。どうかしら小娘、これが私のアプレンティスの能力、魅了って言えばわかるかしら。さーて小娘、第2ラウンドといきましょうか。ダーカー殺しのあなたはアークスを相手にどう立ち回るの？しなきゃ私は殺せないわよ。うるさい。あらあら、ひどいわね。お仲間に攻撃しちゃうなんて、ほんと人手なしなんだからね。えあなたたちもそう思わない？敵だ、敵だ。敵から守らないと。やめて。私はアークスを守るために。まだ殺すにはふさわしくないね。もっともっと絶望してもらわないと私が楽しくないじゃない。ダメ、殺しちゃダメ。それだけがダメ。私が守ろうとしているみんなって何なんだろう。みんなを守る、それって私の意志なのかな。
私の名前を。それにクラリッサも。それじゃあこっちは。君と同じか。同じパラメーター、そして時間速攻の痕跡。ここで死ねば安らかなる終焉を迎えられる。ゆっくりと眠れ。邪魔をするな。彼女はここで死ぬべきだ。死ぬべきなんだ。来たダーカーの力が溢れて止まらない。抑えがない。これはもうダメだね。どうしようもないよ。クラリッサね、クラリッサ、お願い、手伝って。あなたになら分かるでしょう。このままじゃ私じゃなくなっちゃうって。私はダーカーを滅ぼすため、みんなを守るために生まれてきた存在。そのためにここにいる。私がダーカーになっちゃうのなら、私は私を。
な。もっとあなたにいろいろ教えてもらいたかった。いろんな話聞いてみたかった。おしとやかに可愛らしく、そういうのもやってみたかった。やっぱりだ。知らないこと、やりたいこと、いっぱいあったんだな、私。ねえ、私、みんななんてよくわからないもの、守れなくてもいいから、あなたの隣で、あの場所で、普通の女の子になってみたかったな。なんて力の本流、このままじゃ戻れなくなる。なら無理やりだ。何があるかわからない。備えて。今見てきたのが10年前の真実。アプレンティスの撃退、ペルソナの襲撃、それを経た上で彼女は今まで食らってきた闇を解き放ちかけた。それを止めるために自らの手で自らを消し去ろうとしたか。期間中に聞こえてきたシオンの思い、10年前の記録が全て消されていたのは、彼女のことを調べさせない以上にシオンが忘れたかったんだ。そしてマトイが10年後、
今この時代に来てしまったのは僕たちのせいだ。僕たちの帰還に巻き込まれ、記憶と力を失ってあそこに。僕はこれから客観的な話をする。怒らずに聞いてほしい。10年前の彼女が見せた反応、あの体から吹き出していた闇は、これまでのものとは違っていた。ダークファルスすら火じゃない、圧倒的なまでのまがまがしさ、深淵にすら至るほどの闇だ。彼女がそれになる可能性があって、今この時点ではまだそうなっていないというのなら、今のうちに彼女を殺しておくのは決して悪い手段じゃないよ。二人ともどうしたの？そんな怖い顔して。まとい、うん、いや、なんでもない、なんでもないよ、マトイ。もう、体は大丈夫なのかい？うん、フィリアさんのお墨付き。だからさ、久しぶりに、いろいろお話ししよう。私、もっと、もっと、いろんな話を聞いてみたいんだ。
やめようよ姉ちゃん、危ないって。もうアフィンの弱虫放っておけないでしょ。大丈夫？はあ、君の言いたいことは分かってるよ。もう一度10年前に行ってみて、何があったのか見てくればいいってそう思ってるんだろ。僕もそれを考えたんだけど、ちょっと無理っぽいんだよね。二代目が消えた後のあの時代は介入が拒絶されている。おそらくはシオンの仕業だ。忘れさせたけど変えさせないって本当わがままな話さ。やることが極端だよ、まったく。とはいえ記憶を残してる人もいるみたいだし、話を聞いていけば何かつかめるかもしれないね。二代目ちゃんの存在を隠し通そうとした理由はこういうことだったんだね。新たなる深淵なる闇になりかけたシオン自身の作り出したものが、二代目ちゃんが自身が与えた知識によって命すらもてあそぶようになったフォトナー、それが残した負の遺産、深淵なる闇、その不始末を打ち消すためにシオンが生み出した二代目ちゃん、それも深淵なる闇になりかけたなら、二代目ちゃんを作る前からやり直せばいいけど、シオンはそれができなかった。それこそ二代目ちゃんを命をもてあそぶってことだから、シオンの謝罪や後悔はさ、フォトナーに知識を与えたことに対してのものだと思ってた。でも違うんだね、あれは二代目ちゃんへ謝ってたんだ。自身の行いを悔いて、二代目ちゃんはいわばシオンの娘のような存在だもんね。辛かったと思うよ。だから何としてでも二代目ちゃんを救いたくてあなたを頼った。過去に戻っていろいろ分かったよ。いや、正しくはまだ分からないことも多かったりするけどさ、もう過去に戻ってみることはできない。だからここからは記憶の断片を集めて重ねて真実を探そうかな。